です。あれ、先ほどのお姉さん、先ほどのお姉さん、いや、お姉さん変わって、ちょっと雰囲気変わったなと思ったら、あ、お姉さん来ましたよ。すごいな、ここ。なんかロッジみたいな、もしくはフラノのね、ジュン君、ジュン君と何やったかな、ジュン君とあの女の子ね。あら、すごい。あ、見ていただきました。あの、あと、コメントありがとうございます。ただいま戻ってまいりました。コメントを私に送りました。ありがとうございました。あばしの友達すっごい喜んでました。絶対あのコロナが終わったら来ると。あ、ぜひぜひ。ありましたので、ありがとうございます。じゃあいただいて帰ります。はい、私払いましたね。覚えてない。 お支払いしましたよね。いや、いただいた、ですね、確か。はい、すいません。ありがとうございます。これですね、持って帰れるかしら。袋入れますか。いや、リュックにね、入れます。はい、すいません、ありがとうございます。いや、帰れるかなね。今から7キロほど。おお、すごい。まあ、このお酒は大丈夫です。大丈夫ですか。はい、痛まないです。すいません、1個ずつ包んでいただいたんですね。いや、私はあの包んでないから、もう一人の方が。いや、すいません、あの上の彼女。ありがとうございます。ありがとうございます。入るかな。坂倉堂さんなんかも言ってくれはったんですね。すごい素敵なお店でした。あのお酒いっぱいね。そうなんですよ、ありましたよ。はい、入りません。これ案外スマートに絞ってあるんですね。そうなんですよ。 前やったら入るかしら。あ、入る入る。横にしたりしたりなんか、ね、縦じゃなくてね。絶対今ね、せっかく動画撮ってるので、うん、入るかな。あ、お姉さんが降りてきてくれはった。お姉さん、お姉さん、あららららら、あららら。いや、入れてみせます。入れてみせます。入れてみせます。あ、これがそうかな。確か、これもさっきの人な。ね、確か100万ほど払った記憶が。さすがまでね、私したと思うので、あとは聞くということで。入りましたです。でも、うん、走るおばさんって、そのおばさんって年じゃある。これ取ったら急にね、50歳ぐらい老けるんですよ。実は、怖い怖い。これ、ちょっと、じゃあ最後待ってください。皆さんで写真撮らな。ちょっと待ってよ。皆さんと、ちょっと待ってください。ビデオ、じゃあ、ありがとうございました。お世話になりました。また、フラノじゃないわ。アバシーの友達連れてきます。素敵なお店です。9月のね、6日に。